はい、では続いて鮎ですね。はい、塩焼きです。だいぶ型も大きくなってきたんで、はい、面白いね、本当焼き物ってなんでこう性格出るんだろう。焼き物やっぱり、いや、それはあれですよ、料理か、料理ってかな、わかんないけど、やっぱ出ますよね、本当性格。なんか昔よりでもそれがすごく感じられるようになってきたんで、こう何年間かで。それはあるですよ、あ、それだけトビさんがあるんですよ、その食べる経験が。いや、もうそうなんだなんかもしれないですけど、っていうかそれを意識するようになったんですか。 あとまかない、はい、そう、意識してるんだと思いますよ、より前より。いや、まあ、スイカジュースです。はい、もうここであの、うん、お口直しで、はい、特に味は何も入れてないです。あの、徳島の県の花ってすだちなんですよ、はい、で徳島県の果物って山桃なんです。へえ、結構お客様も山桃って初めてっていう方が多いですよね。そうですね、そう言われると、あ、確かにそうだなと思って、あんまり山桃って聞かないですよね、うんうん、食べる前からなんですけど、意外と僕苦手なんですよ、これ。イワシの目、うん、知ってます。出ますよ、もう実はあの、実は恐る恐るなんで。知ってますよ、僕と。だってもうトビさんと僕何年付き合ってるんですか。意外とこういう料理苦手なんですよ、僕ね、うん、だって梅ですからね。梅、まあこういう梅の風合いとか全然いいですけど。あ、そうか、風合いは大丈夫ですね。そう、割とこう魚をこう骨ごと丸ごとみたいなとか結構実は苦手で。覚えとけよ、ちゃんとそういう言葉はキャッチしておかなあかんよ。で、なんか、でも変な言い方ですけども、石田さんのおかげで食べられるようになったもの結構多いんですよね。日本料理。ありがとうございます。いや、なんか懐石料理屋さん行くと、あ、やっぱ美味しいものってちゃんと美味しいんだなっていうのをなんか分かるというか、はいはい、そう言っていただけるとすごい良かったです。結構そこでなんかハードルが下がって、他の店行っても全然、あ、美味しいなってちゃんと感じられるようになったというか。あ、嬉しいですね。そう言っていただけると。結構やっぱ日本料理結構食べづらいもの結構ありますよね、でも、うん、よくよく考えてみるとっていう、はい、そう言われると。よいしょ、じゃ続いて8寸ですね。はい、一番手前は車エビの手まり寿司になります、はい、でその横が、イワシの梅煮で、その手前に山桃ですね。これはあの甘く炊いてあります。で、手まり寿司の、はい、奥がかぼちゃの、白和えです。で、奥の、竹の器の中身が、タコチリですね。タコを、湯がきまして、その上から、トマトのゼリーを湯がいてます、今日は。で、その横が、もずくと、そうめんかぼちゃの、はい、和え物になります。いただきます。はい、どっから行こうかな。そうですね、あ、まあ、おいしい。あ、山桃はあの、皆さんの種が入ってますので、はい、召し上がるときは抜いてください。はい、かぼちゃ炊いてるんですか。炊いてます。うん、蒸したらいいかもよ。なるほど。うん。わかりました。はい。蒸しただけで蒸すときってさ、あんまこう形で蒸す形になりますか。変な、なんか変な質問ですけど。形っていうのはそういうふうに切り出しせずにってことですか。切り出ししてそのまま蒸すんだったらそのまま蒸す感じですか。蒸した分。あの、ちゃんと調整すればそのまま蒸せると思いますけど、うん、あ、もしくは今の炊いた、なんだろう、ちょっと炊きすぎ、うん、ちょっと炊きすぎですか。そうですよね、それ炊きすぎですか。なんか崩れてましたか。あ、そうね、はい、うん、食べた時にちょっと白あえとのこう、その口の中に入ってる時のきめの細かさのこう統一感がないって、はい、ちょっとかぼちゃの方がブチュッとしたんですよね今。はい、
だから炊いたのを蒸しただけって聞いたんですよ、うん、そうですね、うん、なんか炊きすぎて逆にちょっとこうパサパサゴワゴワみたいな、そうそう、もそもそ、もそ、あ、もそもそ、ボロ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 か、そうですね、うん、もそもそ感ですよね、そうなんですよ、ねちっていう、うん、ねっとり感じゃなくて、イワシはなんか、だからこれ、なんか外して、イワシはもう全部炊いたら、逆に一人半身とかでもできる。そうですね。半身で炊いてみてちょっとやってみます。うん。逆にだから骨を柔らかくするまでって必要ないから、さっと炊くぐらいの感じでも結構味入っちゃうんですか、うん。だからあれですか。身が崩れる前まで。そうですね、炊きすぎない。あとはもう、強い味でさっと炊くとか。うん。じゃあ、いきます。炊いたのでも炊いたのを冷やしておくと、冷やしておくと、あれじゃないですか、味入るから。そうですね。あの冷めを冷ましていくと。冷ますと。うん。さばいてるから味入ります。トマトゼリー、なんか、アクセント欲しいですね、ちょっとね。はい。ではご飯前のお料理です。今日は牛肉です。はい。はい、牛肉、すき焼き風に火入れしてます。で、それに合わせて、つるむらさきと、下がですね吉川なすですね、うん、はい、福井の吉川なすを、焼き浸しにしてます。今日は吉川なすじゃないですね。今日は吉川なすじゃないです、はい、今日は水なすで、はいはい、ちょうどまだ来週そうです、はい、今度では吉川なすを使います。お肉はもう割り下でさっと火入れしてます。で、ナスは、焼き浸しですね。で、つるむらさきはおひたしにして、はい、つるむらさきこの温度にしたのは色飛ばないようにするためですか。つるむらさきはこの温度にしたのはちょっとそこも気にしました。うん、もうちょっと熱々でいきましょうか、全体的に。そうですね、おいしい、高い方がいいのかな。わかりました。ホットお肉にするかどうするかで、牛肉以外に何を呼ばれてたんでしたっけ。スポン。ああ、そうかそうか。最初はスポンで僕は考えていました。で、ここでなんか牛肉行こうって話になって、じゃあスポンじゃあ新庄に行こうか。そうですよね。確かにスポンでもいいかもね。嘘でしょ。お皿かぶ俺渡してない。あのノリがあのじゃあお皿持っていきますって持ってった。はい、じゃあ続いてお食事ですね。今回は白ご飯に合わせまして、うなぎのかば焼きとあとメカジキを、漬けにしたご用意しています。はい、漬物は北村くんが漬けてるんですか。考えてるのは河村です。うん、でこれ河村が最初漬けてます。こ
これで行こうって言って渡そうとしようって、あっすごい話になって忘れてた。これも一つに盛る。どうかな、奥に道元餅、手前にアイスみたいな感じで、あ、吉田さん、ご飯いただいてもいいですか、はい、ごめんなさい、卵とじもあの用意しますんで、はい、すごいですね、え、いや、おかずとご飯のこう割合が、いや最初も多分川村くんがご飯の量がちょっと優しめだったので、あ、そうなんですね、という言い訳をしておきます、はい、びっくりしましたよね、こうやって見たらあのメカジキが一切りしか減ってなかったんで、あれも うなぎも一切りしてます、あ、本当ですか、失礼しました、はい、ありがとうございます。はい。参照ください、ちょっと取っといてもらっていいですか、失礼しました、すみません、これ穴子ってどのタイミングで入れるんですか、焼いた、あ、もう多分最初から入れてると思う、あ、本当ですか、はい、最初から入れてで、卵を入れて閉じます、身の方はあまり焼かなかったんで、あの出汁を吸う感じにしたいなと思ったので、うん、なんで焼き目つくぐらいじゃなくてもうさっとしか炙ってないです、あの皮の方だけしっかりパリッとぐらいまで焼いて、でそれをカットしたのを出汁に入れて火かけてから卵を入れる感じでいつもみたいな、逆にそのパリッと焼いてるところの焦げの香りが少し気になるのかなと思って、なるほど、じゃあ逆にそこまでパリッといかなくても、まあ逆に焦げないように焼くっていうか焦がさないように焼くっていうかの方がいいのかな、どうなんだろう、なるほど、召し上がってみました、あ、いえ、これを食べようかな、あ、じゃあ、あの、取っておきますね、はい、すいません、じゃあ今日まかない食べろかな、もう全然食べるんですさすがってます、全然食べれますね、
全然食べれますね。だから最近ほらね、あのご飯お土産に持ってっていただこうと思って、結構多めに食べるじゃないですか、はい、でもいつもお土産あんまりできないですよね最近ね。そうですね、皆さんがすごいご飯召し上がっ て、ね、しっかり召し上がって、はい、まだあるのかな、あれ石田さんの分だ。はい、じゃあデザートですね、はい、手前が、赤じそと、はい、ヨーグルトのシャーベットです。で奥が、桃源餅ですね。で今回は、桃を入れた桃源餅になります、うん、本当の桃源餅、本当の桃源餅です。でも桃源餅の語源って由来って何なんでしたっけ。調べたんですけど、はい、桃源郷とかそっちには関係ないなくて。そうなんですか、はい、どういうものか、ごま豆腐とかしか書いてないですか。ごまだ、ごまも、いや多分それ自体が多分桃源餅っていう名前でなかなか出てこないんですよ、検索しても。すごい、もともと桃源餅ってごまですよね。ごまです。桃入るじゃないですか、はい、アールグレーミルクティーみたいな味ですよ。美味しいですよね。それはもう食べる前に切ろうと思って肩から出した時点でもう桃の香りがすごかったんですよ。えっと思って。どうですか。ちょっと桃感強いですか。いや。もう一個いると思うよ。はい、そんな赤じそのシャーベットにこう強烈なように見えるけど、味はそうなんですよ、うん、味はそんなにすごい、あのヨーグルトが入った分よりこうなんですかね、赤じその香りとか味が柔らかくこう感じていただけるかな。あまりストレートな感じじゃなくて、見た目が地味な桃源餅の方が味があって、見た目が派手な赤じその方が味が優しいという、なんかこう何とも言えないこうギャップですね、はい、ギャップ萌えですね。面白い。でもこれなんだろ う、 こう完全な和のデザートスイーツのはずなのにすごい洋食感を感じるっていう。 ありがとうございます。 ありがとう。カブラハン、あ、それを持って行って、あの、からしも渡してあげてもらう。ちょっと器はやっぱ変えた方が良さそうですね、うん、やっぱり平皿だとどうしてもそうですね、そうなってくる。分かりました。そこそあれでもいいのか。ありがとうございます。すみません。なんかそうですよね。なんかついついでもこういうデザートとかでこうなんかマインドがこうフレンチとかの方向にどうしても向けてる、うん、とかって考えると、なんか間にこうちょっとサクッとこうね、そうですよね。周遊みたいなものが欲しいよね、はい、みたいな、なんかそうですね。ちょっとあるんですよね。あります。ごませんべいみたいなものとか、こういうごまの周遊みたいなとかね、あるのねみたいな。そういう思考になるんですけど、まあそれはさておき、はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、というわけで今日もはい、はい、まあ、相変わらずあの微調整と、はいはい、またそうですね、相談で後で微調整、あとはそうですね、はい、器、あと先月みたいに撮った動画と出てきてる料理が全然違うっていうパターンもあるかもしれないので、そうですね、はい、またでも変わるかもしれないですね、まあ、はい、それは。こっちのがよりいいよねっていうものを見つけた瞬間にこう変えなきゃいけなくなってくるっていうパターンが、はい、うちの場合はあるかもしれないです。はい。はい。というわけでお疲れ様でした。まあ、そういう意味でもあの楽しんでいただければなと思いますので、はい、7月もぜひお越しください、はい。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、水坂新チャンネルでした。